ポーズ、ポーズは、アメリカ合衆国のケーブルテレビ局、FX にて2018年6月3日から放送されているテレビドラマ。1980年代のニューヨークを舞台に、ボールカルチャーを通して、アフリカ系とラテン系の LGBTQ コミュニティを描く。制作は、グリー、グリーなどを手掛けたライアン・マーフィー、ブラッド・ファルチャック、スティーブン・キャナルス。 2019年時点でシーズン2まで放送されており、2021年5月2日からシーズン3が放送開始予定。日本では2019年5月13日から FOX チャンネルにて放送開始。また動画配信サービスのネットフリックスでも配信されている。本作は批評家から絶賛され、プライムタイムエミー賞やゴールデングローブ賞にノミネートされた。 本作は1980年代のアメリカニューヨークを舞台にファッションとパフォーマンスを競うコンテストであるボールに青春をかける LGBTQ の若者たちを描いた群像劇であるヒットドラマグリー、グリーやアメリカンホラーストーリーなどを手掛けたライアン・マーフィーが原案エグゼクティブプロデューサー監督、脚本の一人として参加している 自身もゲイであることを公表しているマーフィーはストレートの男性がトランスジェンダー役を演じる時代はもう終わりハリウッドで働きたいと思いながらもなかなかチャンスを得られない人々へより多くの機会を提供する時期だと語り全米で半年間にもわたる大規模なオーディションを実施5人のトランスジェンダーの俳優がレギュラーキャストとして決定し 総勢50人のトランスジェンダーの俳優が起用された。ポーズ、ポーズの主要キャスト。上段左から MJ、ロドリゲス、ドミニク・ジャクソン、インディアムーア、アンジェリカ・ロス。2017年3月16日、FX が本作のパイロット版を発注したことが発表された。このパイロット版は、ライアン・マーフィー、ブラッド・ファルチャック、スティーブン・キャナルスが脚本を担当し、 ニーナ・ジェイコブソン、ブラッド・シンプソン、シェリー・マーシュと共にエグゼクティブプロデューサーを務めることになっていた。パイロット版の制作会社は FX プロダクションズと FOX21 テレビジョンスタジオなどで構成される予定だった。2018年10月、レオミー・マルドなどとダニエル・ポランコがボールシーンの振り付けを担当することが報じられ、 ジャネット・モックとアワーレ・レディ・ジェイが脚本と制作に加わったことが報じられた。2017年12月27日、FX が本作を、計8話構成のシーズン1として制作することを発表。初回放送に先立った2018年5月9日、マーフィーは、本作で得た利益のすべてを、シルビア・リベラ法律プロジェクトや、トランスジェンダー・リーガル・ディフェンス&、 エデュケーションファンド、カレン、ロードコミュニティヘルスセンターなどの LGBTQ の人々に関わる、非営利の事前団体に寄付することを発表した。マーフィーはこの決定について、次のように説明している。彼らの多くと話していて、印象的だったのは、彼らがどれだけ葛藤し、どれだけ攻撃されていると感じているか、また、医療を受けたり仕事を見つけたりすることが困難だと、 感じている人がどれだけいるかということでした。私は、このコミュニティのために作品を作るだけではなく、もっと多くのことを行わなければならないと決意しました。このコミュニティの力になりたいし、助けたいのです。2018年7月12日には、本作のシーズン2の制作が決定したことが発表され、2019年6月11日に発、放送された。 また、同年6月17日に FX はシーズン3の制作決定を発表し、2021年3月にシーズン3が最終シーズンとなることを発表した。シーズン3は2021年5月2日に放送開始予定。2017年3月、ライアン・マーフィーを筆頭とした制作チームは本作のキャスティングを開始。同年10月25日、 トランスジェンダーの俳優である MJ、ロドリゲス、インディアムーア、ドミニク・ジャクソン、ヘイリー・サハル、アンジェリカ・ロスト、シスジェンダーの俳優であるライアン・ジャマール・スウェイン、ビリー・ポーター、ダイロン・バーンサイドが主要キャストとしてキャスティングされたことが発表された。制作チームは脚本があるシリーズとしては史上最多のトランスジェンダーの俳優たちをキャスティングしたと主張した。本作には 計50人以上のトランスジェンダーの役が登場すると予想されていた。また、同年10月26日には、エヴァン・ピーターズ、ケイト・マーラ、ジェームズ・バンダー・ビーク、タチアナ・マスラニーが主要キャストに加わったことが発表された。2017年12月27日、マスラニーが演じる予定だった役が50歳の、 アフリカ系アメリカ人女性の役に変更されたことを受けてマスラニーが降板したことが報じられた。その後、同役はシャーレイン・ウッタードが演じることとなった。2018年9月19日、シーズン1にゲスト出演したジュディ役のサンドラ・バーンハードがシーズン2のシリーズレギュラーとして再登場することが報じられた。2019年3月23日、 マーフィーはパティル・ポーンがシーズン2にゲスト出演することを明かした。本作のパイロット版の制作は2017年10月にニューヨークで開始され、シーズン1の次のエピソードの制作が翌2018年2月に開始された。本シリーズの最初の2話はマーフィーが監督を担当。ジャネット・モックが第3.46話の脚本並びに第6話の監督を務め、 有色人種のトランスジェンダー女性として初めてテレビ番組のエピソードを脚本監督した。2020年3月14日、新型コロナウイルス感染拡大の影響により最終シーズンとなるシーズン3の制作が中断されたことが報じられた。シーズン3の撮影は2021年3月20日に終了した。ありがとうございます。